はい、そういうわけでございまして、はい、SFT レディオ第3回司会進行は SFT 音楽室代表日比野、そしてゲストはジアントゥルの佐伯です。そしてマムズボーイフレンドとベッドサイドフィクションズのアミさんです。はい、マムズボーイフレンドの名前がやっと出ました。なんとなく言ってみようかなみたいな。でも女の子はやっぱり愛おしいし可愛いですよね。女の子男が好きなの。女の子柔らかい。触る。あと触らない触らない触らないけど見た目が柔らかいよね。あと気が強い。男より精神力高いと思うんですよ女の子が。あとなんかその子孫繁栄に関しての貪欲なところとかも女の子が実は強いと思っていて、生物的であってでも人間的美も備えていて、でなんかその相プチ一つするとかなんかね、エステに行くとか、そうそういうのに関しても女の方がなんか貪欲であってなんか美しいなと思うんですよ私は。だから私女の子本当に好きなん、本当に好きなんですよ。世のバンドマンの人聞いてますかこれ。回線速度あのね、はい、半分ぐらい、2分の1ぐらいにするとちょうどいいかもしれない。何速い、速い速度、速すぎるスピード、あの頭の回転速度とか処理スピードが速すぎるから。でも昔から言われるそれ。確かにね。まあ、もうそう直すとかそういう問題じゃないからあれだけど、私でもね、マルチタスクですごい4個ぐらい。マルチタスク、はい、マルチタスク、うざ、わかるわかる、うざい、おじさんたちがうざいですけど、これね、あの女子脳なんだよね。でもね、4個くらいのことを常に考えて。そんなことできんじゃん、男できないときは。できない。これが、あの男の音と女の違いない。女だよね、うん、でも男はあれだよね、端的にその1個に集中した時の集中力が半端ないって、うん、ああだからね、うん、だからそれもそれで芸術だと思うし才能だと思うけど、あの女性は横で、うん、男性は縦なの。私でも異常なんやって。多分それがというと異常なんやってわかりました。はい、異常なんですよ私複数なバンドじゃなくて、まあ、2人だからってもあるね。マンツーマンで、なんだろうね、漫才コンビの相方的なところがあるんかもしれないね。サンドイッチマンとかね。なんか私さ、あのケイちゃんにさ、うん、なんかアンツでライブがあった時に終わった後にさ、実際どうなんて聞いたことあってさ。何それ。ほんとぶっちゃけるけど、うん、これ聞いてる人レアだぞ。でも俺がそれ聞きたい。なんか実際どうなんかなと思って、私2人とかでやったことないし、実際どうなんかなと思って男同士でさ、聞いたらさ、うざいっすよって言ったんて、まあ、でも、でも、でも、まあ一緒にやりたいと思いますって言ったんて、それが多分全て、全てやと思っていて。でも確かにさ、メンバーってうざいんやって。私もさ、ね、今のメンバー全員嫌いなんやって嫌い、あいつら嫌いやお、でも大好きなんやってっていうさ、瀬戸際みたいなとこでさ、こうじり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 やってるから面白いみたいなとこあるやんね。アントルがそれは2人で成り立ってるっていうのは面白いなとは思う。なんか5人とか6人とかいるとなんとなく帳尻合わせできちゃうけど、2人って難しいと思うやって。そうやね。でも3人いないと意見が割れた時に1対1だからどっちかが折れるしかないんですよ、ね、そうやな。折れどころというか、それがたこ焼き事件になるんですよね。でもさ、そんな言うかわいすぎるよね。リハのやり方がまずいって何だ。いや、その会場のものづくりがいつもと違いすぎて、うん、割と自分主体のものづくりのハウリングが一番ちょっとブースターを組む関係で、ハウリングするかしないか肝で、音合わせにそれに時間を割きすぎちゃってリハが終わっちゃったんだけど、だベースの確認があんまりできなかったから、まあバンドのアンサンブルで思うと時間をいい具合に割り振りして総合的に結構あって。あ、そうなんだ。へぇ、玉ねぎが辛いぞ。いろんな活動を締めたりとか、まあ、お互い違う方面でこうこだわってるところは違うんで、
まあまあいいバランスで。だよね。でもアントルーのさ相方感に関してはさ愛しか感じないよね。初期を行くかって言ってリオ一緒に行って AV 来ないで意味わからん AV タイトルとか見ながら笑って帰るっていうのをしたいと思います。なんじゃそれ。わかるね。もクソ変な AV いっぱいあるんですよ。わかるよ。笑うしかないみたいな AV いっぱいあって。 AV って面白いよね。あれギャグとね絵の境っていうのはすごいね。ギリギリ線みたいな AV は面白いね。はい、AV について語る曲作りたいもん。AV10 とかそういう曲作ったら。あ、でもね、なんならできている。私ね、あの公表していない曲が腐るほどあって、この間さ、いい感じに酔っ払ってさ、最近をカラオケにさせたいってやって歌いたくて絶対来んの。カラオケはいかんよ。これも俺も、俺も嫌い。なんで楽しいやんカラオケって。単純に言うと俺音域が狭くて。私も狭いよ、めっちゃ思うんちよ。でもニーニャってカラオケなんて別にうまく歌ってない。カラオケの歌はサビがもう出ない。バンドマンのカラオケ論行こう。カラオケ私は好きですね、死ぬほど好き。音痴だし歌えてないけど。俺は嫌い。でもカラオケって別に歌うまく歌うとこではないんやって。ライブはうまく歌わなきゃいけないとこあるよ、金取っとるから。でもこっちが金払って言っとるんって、カラオケは。でも誰も聞いてない。それが虚しい。いいんやって、虚しくても自分が自分で気持ちいいと思えばそれでいいんやって。オナニーやって公開オナニーですよ、あんなもん。なんでそれがわからないかな。気持ちよく歌えないですよ、結局。そういこう。この後カラオケで行きますね。行かないです。カラオケに行って多分あれですね、あのおまけでちょろっと入ってると思いますね。行かないです。行きます。行かないです。じゃあミソンと一回行ってみ。いやです。変わるで価値観。もういいです。じゃあ変わるって、本当にマジで。嫌いです。ジアンテルーとワンダーは嫌いです。これからライブも見に行かないし、見に行ってももし見てしまってもずっとあの薬指を下にブーってブーってやります。嫌いです。なんで、楽しいやん。楽しくない。楽しい。やっぱ音に愛がないですよね。じゃあそんな言われて次元を求めちゃいかん。あんなもんはインスタントラーメンとしないで、ラーメン屋のラーメンとインスタントラーメンを比べちゃいかんみたいな感じなんで。じゃあ俺は正規の思い切りながらたことが好きやん。でもインスタントラーメン食うだろ。食うよ。カップヌードル食うだろ。どんべんね。やろ。それなんやって。それ好きなカップラーメン聞きたい。あーいいね、面白い。好きなカップラーメン、カップヌードルのカレー、うん、にチーズを入れる、自分で。味噌チーズ。は？味噌チーズ。は？あのアントルーの最強は滑ってるので基本的に信者の人はちょっと一回我に返った方がいいです。彼は滑っています。味噌チーズ入れる。はい、滑ってます。はい、ヒューさんどうですか。俺はね、一番好きなのは金ちゃんラーメン。うん。麺のザボっていう感じが。あのさ、金ちゃんラーメンの焼きそばあるの分かる？ああ、あるね。あれに生卵1個落としてくるとめっちゃうまい。そんな食い方はしないし。めっちゃうまいぞ。やさぐれている系女子食え。最近は札幌一番の塩ラーメン。あーの？カップ麺。カップ？あれあるんですよ。フリーズドライで、ね、野菜がちゃんと、あ、ね、この広いタイプなんですよ。普通の太カップ麺ですけど、こういうやつ。あ、こう広いタイプ。皆さん、あ、こういうやつだよね。いや、カットしないでください、これは。さあ、そういうわけでございましてね。はい。SST レイディオシャープ3、いかがだったでしょうか。だいぶ酔っ払いの3人の話が聞けたと思います。また第4回目は誰がゲストでしょうか。お楽しみに。なんでよ。あ、バイバーイ。